やばい、配信一回止めちゃったごめんなさい <laughs> なんか変なとこしちゃった普通に浩平さん普通に遠征したいお気持ち遠征してきてくれたらとても喜ぶ遠いとこから来てくれるってめっちゃ嬉しいよね拝見さ、心配されたとか声始まっちゃうから <laughs> これ始めてみませんか <laughs> 始めてみませんかですね本当にみチ私のこと知ってるの知ってる知ってるよ知ってるよあゆみさんにカワウソあげてたでしょ知ってるんだから何でも知ってるよかった認知なくてえ認知してるよごめんなさいしてるだってさ私の あのステージデビュー日に写真撮ってくれたじゃないですかちょっとこんくらいの外羽の方ですよねわかるよ一瞬止まったって思ったらそう変なとこしたら止まった <laughs> ごめんなさいこっちのあれかなと思ったあ私のこっちのあれでした申し訳ないまだチェキを取りに行ってないのにしゃれてる知ってる <laughs> だってよくねツイッターで見るんだもんだから知ってますガチ恋オタクなんでなんか専用のアカウント作りますね <laughs> ハラケミさんそしたら大変じゃんユミさんが作ってクーさんが作ってあとは分かんないけど三つ以上にやっちゃうなんで覚えてんのえなんで覚えてる 覚えてますピースの見分けつくあやばいあっまた変なのしちゃった見分けは服装 <laughs> 服装な気がする今日いたのはピースさんな気がする <laughs> ちょっとねわかんない正直見分け方を教えてくださいほくろとかみーちゃんポテ にに、かわいそうさん、何の祈りもあげた、そしてはっつきした。あ、はっつきだったんだ。そうなのね。なんかさ、リリ、ガチ恋とは。のことは、こと、はらけん。え、なんか、リリでガチ恋ってなんか。めっちゃ良くない。<laughs> なんか、一番。信頼できるタイプ。くらもんさん、くらもんちゃん、こんばんざい。こんばんざい。 さん名前だけ知られてるえ顔も知ってる大丈夫よだって今日もいたじゃんえ今日いたうん今日いた知ってるだからガチ恋っていうかもう結婚してるからね <laughs> 結婚ね結婚する気持ちは大事俺の夢って思ってた方が優しくできるよ <laughs> 服装だって ななんか二人服装違くないですピースさんはでもどうなんだろうふみさんを意識してオレンジな気がするできょんこさんはきょんこさんって言うんだね <laughs> きょんこくん <laughs> はパーカーなんか茶色っぽいパーカー着てる世界売れないあ当たったやったね あもう今日3月末に決めたちょっと遅いけどお三3月末で嬉しい来てねほくりで受け付くよあら顔になるのかなえ見分けたい2人で一緒に並んでほしい <laughs> 見分け方みたいな見分け方講座したいしないのオタクさして頑張ります <laughs> 頑張ってください信頼してるんで信頼を裏切るようなことはやめてください ハケツホしま通報 <laughs> されちゃうかわいそう酒屋に乗っけて配信してたよあかわいいそれはかわいいわ気持ち気持ちいい気持ちあ、気持ちじゃない結婚してるから本当のこと <laughs> 婚姻届書かないとね書いてるのかも結婚してるから今日いたうんいたって 痛いよね知ってるなんかそのツイッターフォローしてきたよあ二2本目終わったあとくらいかな多分フォロー返した気がする <laughs> ありがとうございますフォローしてくれて何その役はいいですかかわいいです,いいです <laughs> ピースはオレンジ強いあやっぱそうだそうだよね服装にもうラブミーが現れちゃってる 茶色のミルクミルクフェドミルクフェドわかるよあそうそうそうここにここについてる <laughs> それだ結婚は好きな人全員できるんだよね好き好きだったらできる好き好きだったら好き好きだよねみんな <laughs> 好き好きだよねだってそれで見分けるのわかるあやっぱみんなそうなんだ <laughs> いつも言ってる人でも分けが難しいよねふかちゃん好きできるのできるよ <laughs> あみつきちゃん EV そう EV バッグかわいいよね普通に使ってるこの EV <laughs> お財布入れて携帯入れるのにちょうどいいんだよね髪の毛途中のん髪の毛中途半端か 中途半端な長さで生えちゃうのよ。あ、そうなんだ。そういうこういう風に巻いてるかと思ってたら生えちゃうんだ。え、でも綺麗に全部外だからいいんじゃないですか？あ、そや中で唯つ見分けつくのなんかだけです。絶対嘘じゃない。みんな見分けつくって結構みんな顔違いますよ。まあ、顔は違うんだけど。<laughs> 昨日のののふみストーリーのやつ好きすぎて右に見てるあそう昨日事務所にいた時にふみさんになんか捉えてたんですけどめっちゃ下から撮るから二重あやばくて <laughs> もうって思ったふみさんも私に許可なく載せるしお<っ>こ <laughs> なんかめっちゃ撮ってんなって思ったらマーズでマーズで フライヤーありがとうございましたあっどういたしましてあでも私あ成田成田さんっていうの成田さんっていうのあれだよねメ生さんをアイコンにしてる方ですよね多分あそれなのに私フライヤー渡しちゃったんだごめんなさいイビで出かけるあのね出かけるよ学校はこれで行ってる <laughs> 遊びにとかは普通のバッグ使うけど学校行く時になんか学校用のトートバッグがあるんですけど私トートバッグとかにちっちゃい財布入れると何か行方不明になっちゃうからこれに財布と携帯と充電器とリップと,と入れて行ってるフフフフ先生あの好きできるのがこのあとマイクが来るしかいないあ,あそうなんだ 変えたんできますかできます。私スキーは小学こう六年間ずっとスポショでやってたからやってたツイッターのアイコンとかでカートの名前一致したのうん、一致したチェキトック上げてるからね、勝手に見てるよ <laughs> この顔しの相性は決めてないこの顔しの相性って何人がいいんだろうね 何、えー、だろう迷っちゃう適当に決めといてください <laughs> それで学校は草えっ全然行ってる可愛いんだもん <laughs> みんなにヤバって言われるけど知らないって思って行 <laughs> ってますじゃまさん帰宅中の初見です <laughs> 帰宅中なのは本当だけど初見は嘘だ <laughs> もうね初見いじり誰もしなくなっちゃったんだよ <laughs> 新規チェキン無料で連れて行かれそうになって本当に割れましたあ申し訳ございません <laughs> ごめんよ申し訳ないわヤキングさんコン万歳コン万歳んかそういうゲームあったよねコン万歳じゃなくてあ出てこないからいいや <laughs> おコマさんエレスキューかあーどうだろうコマさんがどれくらいできるか知らないからね私みーちゃんそれとか絶対見られてる <laughs> 見ちゃってるかもしれない見てたらごめん初めて会った時のムのドときめきを忘れられていないので初見ですそういう気持ち大事いつでもね初心だから <laughs> え、初めてやった時に胸がときめいてくれたんですかときめいてくれたのなら嬉しいですね <laughs> ときめくってどういう感じなんだろうねドキッとするのかな母さんはバレエターンはできるってちなみに笹川はスキーできませんあ,あそうなんだできないんだ新潟って雪降るか新潟に去年好き行った 父さんそういえば今月は初見かな今月今月今月って1月いや初見じゃないと思うよ分からんけど <laughs> そんなだって言って私まだショールーム5回4回とかしかやってないから分かんないのうかちゃんこんばんざいあしんごさんこんばんざいさっきはありがとうございました ん <laughs> かちゃんちが i n s t a g にチキンを載せまくってるインスタいいよね私もちゃんとしたインスタしたい <laughs> ちゃんとしたインスタお母さんが好き教室あ参加しようそれは晩は晩は晩はのののののののですののの。ノノノノ かわいいなんでこっちがないの <laughs> かわいのここがない4度目増してくらいそうだね4度目増してくらいだねきっとそうだと思うちゃんとしたインスタってあれ羽の絵が描いて <laughs> あれでしょ横浜とか横浜とかにあるやつだよねこういう虹色のこういうやつ <laughs> やりたいで絶対目線外すんだそういう時は正面見ると取てるか半端ないからちょっとこっち見て <laughs> 足と組んじゃうやりたい声の人はズンダ好きズンダはね好きだけどズンダシェイクは好きじゃない <laughs> シェイクにするとちょっと違うんだよね。 すえて溶けると会えなくなっちゃうでしょう溶けないでください <laughs> 溶けられたら困っちゃう映えたってキャキャしたいえそれ映えたい映えたい <laughs> でも私絶対映えないそういうのセンスないなんかそういう写真を撮るとか絵を 絵は描けるよ描けないお絵描きしようかなちょうどここに紙とペンがあるからお題くれたらお絵描きしますあいつすぎてあ、さっき読んだこれエジプトの紙みたいなポーズで撮りたいあ、それもあり楽しそう <laughs> なんかそういうネタ系のインスタグラマーもいいよねすごい やりたい。今日も楽しかった。ありがとうね。え、こちらこそありがとうございました。本当に。今日ちょっと暇してたからさ。<laughs> 私ね。嬉しかったよ。突然の、本当に突然、突然始まるから。絵のお題ください。<laughs> 何でも描きますかける範囲あ得意な絵は人参人参とカエルが得意あとウサギもかけるたくまさん「おつーおつ? <laughs>」「おつおつ?」こんばんは「画伯の予感」あのか、ー、けるんですけどかけるんですけどなんか変って言われるあびこアビさん アビコさんはね特徴があるから書きやすいよねモナリザお願いしますえなんか言うてさアビコさんとモナリザってだいたい一緒じゃない今書いてるけどえうまいえめっちゃうまいけど フこさん <laughs> えうまいよね超似てる「モナリザ」書こうあ隣に書こう比較なんか私が岩手に住んでる頃謎に「モナリザ」の絵が壁にバーンって貼ってあるなんかよくわかんない建物みたいなのがあってめっちゃ見てたから多分描けるよ「モナリザ」は首から下が特徴的だからね てててるけど、タクシーを捉えてて笑うわってやっぱり <laughs> うまいもん「えモナ・リザ」って女女かもしもしもししたら安部子さんとかいそう <laughs> ちゃんと描いたよ「モナ・リザ」はね多分タレ目な気がする。 がなんかちょっとセクシーなんだよね胸元が開いててあうまいうまいうまいモナリザだいたいあびこさんみたいになっちゃったえな服装は多分捉えてると思うなんかここら辺出てませんモナリザ <laughs> あんまわかんない スインクスって何あエジプトかスインクスは大体猫だから掛ける胸筋がすごいえなんか何だっけあのー、ここがここがない石像の人あの人もなんかめっちゃ美しい人みたいに言われてるけど 結構堅いですよね <laughs> って思った。なんて言うんだろうあれは考える人みたいなスリンクス。ちょっとこれは下手くそだった。惜しい感じだね。もうやめよう。疲れちゃってるかそのコメント見れないから。<laughs> 今日は三つだけ。 ダビデダビデ像え違うダビデ像じゃないあそれかダビデか絵のスクショあげていいえっアビコさん以外だったらいいよ <laughs> アビコさんはなんか言われそうだから <laughs> まあいいけど <laughs> そうさん早早いでしょ迷いがない私はだってほらどっちもさ 書き直しとかしてないしこっちもしてない <laughs> 迷ったら負けだと思ってるから人生迷ったら負けいいこと言った <laughs> あゆこさんスクショしたよやめといて <laughs> やめといた方がいい本当に怖い怖い何を言われちゃうかわからんからね えなんかいっぱい見てるからもう一回宣伝しよう <laughs> 万歳ジャパンの広報船ユニット足軽ジャパンの上手県の電動し見習いちくものまかですツイッターフォローしてくださいよしオッケー明日のライブの告知もしよう私出ないけど明日はライブが二本あります一本目ロピロピファンファンステージえ、無駄 <laughs> みたい <laughs> 新宿のキースタジオで5時50分から6時10分まで20分間のステージですで9時からビレバンの渋谷本店さん地下2階にてリリースイベントがあります来てください私は出ません 上にスクショを見せたら鼻で笑ったなんかそうなんか下手じゃないんだけど上手くないから鼻で笑われるくらいのテンション感なんだよね <laughs> 悲しいさんリリーベンいないのリリーベンいない <laughs> え来る予定だったんですかもしかしていないんだよな 申し訳なかよう明日はいないけどえ明日月27あっ28と29そっかライブないんだ会え <laughs> なくて寂みっちなんかまたみち <laughs> ガラガラの声で言っちゃったしーごさん休みだからどっちも行くつもりだった <laughs> マジかあ。会えないんじゃないかい。ち。<laughs> マジか。そう出ないんです明日。月曜日はねちょっと厳しい部分があるからね。カイトさんこんばんは。金欠なんだ。こんばんは。<laughs> もいいなのそうキーストもいないの,いないのどっちもいないごめんねなんかいないのとか言われると心が苦しいあごめんなさい俺の声が声の方かれてるからえ今日それめっちゃ思った一本目かな一本目かの時に後ろにいて話してるのを聞いてて あ盗聴とかじゃなないですよなんかハスキーじゃねって <laughs> 思った叫びすぎや嬉しいけどカイトさん初見ですあら本当にニキーだって可愛い,いこっちか <laughs> ニキーって出てるえイトさんはあのカイトさん喋ったことないと思うけど多分私は知ってる

えうん、30日ってライブないかえそしたらしばらく会えないかもしれないですね皆様にえ三31はライブあるのかな31一にライブあれば会える人は会えないけど会えない人は今日でもう会えない <laughs> 2月の15まで会えないよ「ハスキーじゃねえ」で笑った。 え本当に <laughs> 言葉が悪いねもうちょっと丁寧な言葉遣いをしたいわでも本当にね初聞きじゃねって思った <laughs> なんか叫びすぎか叫びかどっちかなって思っちゃった <laughs> 失礼僕のこと知ってますかえ知ってる気がするえチェキとかあげてますよね海 <laughs> トさんツイッターに。 私のことフォローしてくれてる、くれてないかくれてるかわかんないけど、なんかカイトっていう名前が見たことある。小れさん、すでに1ヶ月は会ってないのだが、え、それ、もう1ヶ月会ってないよ。遠征しておいで。2ヶ月に1回くらいでいいから。<laughs> あんまね、遠征組になんか無理してきてって、本当に来てほしいけど、 まあ、いろんなね大変だから言えないけど1年に数回でもいいから会えたらめっちゃ嬉しい 2>, 2月の15分ね9ロビー B5 だからちょうどあるやん勝ちやった勝ちだね優勝しようよみんなで <laughs> 優勝っていう言葉がオタクだよね やっぱり多分わかるかな <laughs> 怪しいけど全然会えてないやつですみませんえすみませんなんてことはないんだけど会いに来て,来てくれたらうれしいルピールピー農家ちゃんだよねって書いてあるあっ農家ちゃんですどえすこちら なんか私この画面のここのここの上のところになんか書けるじゃないですかあれをやりたいんだけどやり方が分かんなくて <laughs> そしたらさ「私がののかです」ってパッて書いてできるのにどうするんだろうね調べよう「タラトラさんこんばんはこんばんはタラトラさん」こんばん「みのりんさんこんばんいこんばんはタみのりさん」<laughs> やるさ、だよねあだよそうだよやっぱりそうですよくかったね私の顔 <laughs> 私の顔だってやっとあやっとじゃない <laughs> いつもついた時だったからやっと声聞けきてうれしいあなんか声がさ私ちょっと残念人間だからなんかがっかりされなくてよかった どんかちゃん美人あ、ショールームで見るとねちょっと可愛く見えるの <laughs> リアルで見るより加工されてる <laughs> 先輩に LINE 聞いちゃうおお聞いちゃえ聞いちゃう聞いちゃえ聞いちゃえどほかな何何した焼き舌焼き舌違う 餅まんじゅうまんじゅうじたみたいな <laughs> まんじゅうみたいな字手押せるわちょっとわかんない <laughs> ごめんヘッドさん1年に12回しか会えないけど忘れないでねえ忘れないよだって、ね、いつもいいねしてくれるしそれで会えたらもうあってなるもんだから忘れなーい みーちゃん私の声までは知らない？え知ってるわかる。なんかねラブリーな恋してるよね。可 <laughs> 愛い,い。小城さんごまんざいごまんざい。加工え加工本当にされてる気がする。ちょっと漏れてるよ。可 <laughs> 愛い,い顔した子。<laughs> えーくん「のわーのわーのわー」<laughs>「ショールームは観光配信アプリ」えでもこれって小顔矯正とかは多分できないから美白はあった <laughs> だから美白にした「笑いい方がやばいおじさんは直接会うの赤ちゃんをかくて好きだな」 最後の「な」がめっちゃおじさん <laughs> えなんでおじさんって「あのな」とか「なんとかだよ「よう、ね」とか「なんとかだね」ってやるんだろうね <laughs> 面白いよね「饒絶」「饒絶」意味はしゃ <laughs> べます「情」「ねもっとこ饒舌絶」 調べます書いたからよしれは農家ちゃんに10年に一度しか会えないかもえなんで絶対もっと会える <laughs> 3日に1回くらい会えるよきっと声残念超やろう私自分の声本当に嫌いびっくりするくらい嫌い <laughs> なんかやだ 友達とカラオケー行った時とかになんか動画撮ったりして遊ぶじゃないですかそれの後から見直すとマジかって思うウニ可愛くないなんかハスキーならハスキー可愛いなら可愛いみたい中途半端にガラガラみーちゃんラブリーな声って初めて言われたえなんか女の子って感じがする声でいいなって思った俺的には全然普通だけどなあそういや